ダグラス軍はアメリカ合衆国ネバダ州北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は46,997人である。法人化された都市は海ムであり、軍庁所在地は国勢調査指定地域の民伝である。ダグラス軍にはネバダ州で初めての定住入植地がある。ジェノアの町は1851年に カリフォルニア州に向かう途上にある開拓者に商品を販売するモルモン教徒商人によって最初に入職された。軍名はスティーブン・ダグラスにちなんで名付けられた。ダグラスは1860年アメリカ合衆国大統領選挙に出馬したこととエイブラハム・リン・カーンと討論を重ねたことで著名である。ダグラス軍は1861年にネバダ準州議会によって設立された。 最初の旧軍の一つである。軍庁所在地は当初ジェノアにあったが、1915年に現在の民伝に移された。軍政府の業務には、法の執行、道路の維持、建築物の検査を及び民伝多保空港の運営が、含まれている。消防と救急医療は、多保湖周辺は、多保ダグラス消防地区が、軍の他の部分は、イーストフォーク消防救急地区が担当している。 ダグラス軍はアメリカ合衆国西部のネバダ州西部にある。カーソンバレーからシエラネバダ山脈の中に広がり、西はカリフォルニア州に接している。カリフォルニア州とネバダ州にまたがる他保護の約13.2%が軍内に入っている。州都カーソンシティが北にあり、東はライアン軍である。ダグラス軍はリノカーソンシティファーンレー広域都市圏の中に、 含まれている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は738平方マイルで、あり、このうち陸中は710平方マイル、水域は28平方マイルで、水域率は3.77%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ネバダビーチ以下のリストで、ジェノアとクレンブルックが未編入領域、その他は、 国勢調査指定地域である。ダグラス高校、ダグラス軍の公共教育は、ダグラス軍教育学区が管轄している。ダグラス軍全軍を管轄し、二つの主要な地域がある。すなわちタホコとカーソンバレーである。ダグラス高校には、カリフォルニア州アルパイン軍の高校生も通学している。ありがとうございます。